お、さあ、マデキ系と盛り上げてこうぜ。どうですかね、マダンかな。完熟マンゴーさん、今回コラボのキャラは再生されるはずですか。あー、再生されるんじゃないかな、ないのかな、演出ちょっとわかんないですね。もしかしたら今回はそういうのないのかも。アサンこんばんは、いつもアナウンス。相手の方はダブルス優勝。あ、なるほど。タグと。まあでも関係ないですね。相性と引きで、大体勝負決するんで、そんなにね、恐れなくても大丈夫っすよ。逆に言うとね、誰が相手でも、勝てる可能性があるのがオセロニアの、まあ良きところでもあるし、悪いところというか、運ゲーとね、言われてしまう、ゆえんでもありますよと。さあ、速攻でも、トネルも置いちゃいましょうか。壊れんなよ。まあ、特殊ね、ちょっとコンボスキル、バシバシね、食らっちゃうと痛いんだが、さあ、どうなるか。鍛錬の成果を見せるとき。デバフがね、6ターンまで続くから、結構その間にね、バシバシ、中盤あたりで、こう、X とかに、まあ、特殊コンボ持ちの輩を打たれちゃうと結構きついですね。これ X 打ちかな大体。うん。まあでも、それはコンボが毒だからまだマシよと。あー、そうなっちゃったか。まあしょうがないな。これはロンレイ、捨てましょうか。あ、ロンレイでも川島くんもあるか。ロンレイを、まあ、いずれ攻撃されちゃうから、こっちに置きましょうか、ロンレイ。普通に C の2に置いてって、まあ、2枚返しで、D の2に取られちゃうの尺なんで、これで、一応これ打ってって、で、間からおそらく C の5なんで、左下 X 打ってって、で、しばらくね、F の4には打たせづらくしましょうか。あと相手をね、デバフが切れるのを待ちましょう。さあ、ガラン来た。あとデバフは1、2ターンぐらいかな。さあ、バフがね、ダブル激凛と、手駒オーラで割といい感じよと。お、ここに打ってきますか。まあ確かにね、これどうしようかな。ダブコンだけど B の6打っかな。まだね、デバフあるんで、ちょっとね、2枚返しロンレイ残したいよね、筋として。まだデバフあるんだよな。ちょっとここ行きましょうか。ダブコンだけど、これで、ロンレイ生かしましょう。ミハイさん、こんばんは。今日もね、頑張ってやっていきますわ。さあ、ダブコンではあるんだが、でもダブコン使うとね、ちょっと3枚返しのガランがあるんで、相手もね、ちょっと行きづらいですよね。まあ、片方毒だし。こんな感じで。さあ、ガオジンは打ってきた。さあ、これはシェンメイどうかな、リーサルいけそうかな、どうかな。さあ、しっかりカット。さあ、ベロキきますが、さあ、ようやくね、バフが戻ってきまして、3337×1.2 の 1.7 の 2.5 倍と。あー、ちょっと飛ばないけど、行って良さそうかな。これトリプルコンボだけどね。うん、まあ行っていいでしょう。これちょっと飛ばないんですけど、まあ、自利品でしょう。さあ、これ相手の方がどう来るか。さあ、一応ね、B の3がトリプルコンボではあるんですけど、さすがにね、そこは、来づらいと思うんで。で、テラガイオーか。まあ、さすがにトリプルコンボうるさいから、まあ、どれか排除しましょうか。あ、でもコンボ使えないのか。もうコンボじゃバシバシでいっか、もう。ちょっと押していきます。力を一つに。盤面はね、あ、てか飛ばせるのか。オッケー。テラガイオでも飛ばしていく。オッケー。あと一勝して、あれですね。ラウンド1と同じ勝数にしたいかな。さあ、クパー来た。盛り上げてこうぜ。おー、引きはまあまあいいね。B ゴマ捨てられますし、トネルムも置けるんで。さあ、マタンかどうか。マタンですね。さあ、マタン確定。
チャンピオンシップ潜っていたのですが、相手の HP を飛ばした瞬間に、画面がフリーズしました。あー、ありますね。そういうなんか、ちょっとチートまがいというか、チート臭い、状況はありますわ。さあ、しっかり後手番引いて、エクストラ HP をもぎ取っていくんだが、どうなるか。X 打ちあるかな、ワンチャン。ふんふんふん。なるほど。さあ、X ではありませんが、そんな感じ。大丈夫、倒す。まあさすがにトネムロンレ置いとくか。局面はねちょっと怪しいんですけど、あえてまたんなんで、嫌だけど、これも次3枚返しかな。ちょっと右上 X とかいろいろあるけどね。それか盤面取るっていうのもあるな。あ、そっちか。なるほどね。まあ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 、それもあるでしょう。これも3枚返しでいっかな。うん、まあこれでいっか。これで右上 X くんのかな。つか右上 X かな、これ。わかんないな。左上 X っていう、うん、だよね。そこもあるよね。左上 X という説もあるよと。ほら、お兄、早く。しょうがねえな。さあ、どう打っていくか。まあ一回こんな感じかな。さあどうなるんでしょうか、これ。ちょっとあんまり見たことない盤面だね。あー、隙間スイッチ入ろうっていう作戦か。確かにね。でも相手トネリム取れんのかな。しばらく取れなくないっていう。まあ捕食しましょうか。スキマスイッチ入ってくるよね。何を混獲してくるか。マンドラかな。ああだよね。まあそんな雰囲気はしましたわ。でどう打っていくか。まあダブコンなんですけど、片方はね毒なんで、そこはオッケーよと。さあマンドラコンボちょっと2回とかはねさすがに食らえないんで、そこだけ気をつけましょう。 F の3とかかな。本当はね C の2とか行きたいんだけど、マンドラコンボがねあの斜めで通っちゃうんで。あ、でもそこに来たら打てるかな、 C のあれは。まあ、いっか、これでちょっと今、あの、A の4に次打とうと思ったんですけど、そうするとマンドラが今度あれか、下の方で通るのか。ちょっと一旦こんな感じで。さあ、4枚返しの、テラガイオ先生通りましたが、どうでしょうか。これむずいね。コンボ使うと、マンドラ動線開くっていう話か。なるほどな。まあこんな感じかな。じゃあ慎重にいきます。相手だんだん打てるところなくなってきたかな。うん、でこうなれば、マンドラ動線開かないんで、シェンメイ来たら飛ばせそうですし、うん、まあ来なくても別にいいよと。まあ一回がっつり捕食しましょうか。そうですね、相手方ね、ここでも全然諦めてないんで、闘志がすげえな。闘志抜群よと。さあ角からいきましょう、冷静に。そうですね、シェンメイちょっとあの全然来ないんで申し訳ないんですけど、さあ次にね、マンドラコンボ使っていきますが、さすがに、耐えと。神の言葉を伝えよ。さあすいません、遅かったね。お待たせしました。 OK。
力に変える。いいんですよ。よし、さあガブリエル耐久じゃないと思うけどね、さすがに。まあ普通にささやき系と。さあ、おっと、召喚の、やつを全部消す流れも、まあ、なくはないけど、まあ、普通でいいですかね。一応全消しの流れあるけどね。どうなんだろう。まあ、そっちの方がチャンスあるから、やってみようかな。これやってって、で、相手の方が、C の6に来るんですけど、C の6、B の6、A の6、C の2で全部消してどうなるか。まあ、盤面はね、ちょっと苦しいんで。まあきついんですけど、まあそれぐらいしかやることないかな。お、あー、まあ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 っていう感じか。で、C の1打たれて角を自分が打ってって局面詰められるかどうかか。いや、しかし結構食らってんな、さすがに。軽くやるね、ささやき。さあ一応貫通捕食やってく。これどうくんのかな。 C の位置じゃないか、さすがに。うんだよね、そこ来て。いやー、こっからだな。あなたもとりあえずトネルも置くか。トネルも置いて相手の方が、まあ、C の位置か、これで。いやだけど、かかられた。C の、おっと、それだったらさすがに回復だから。どこに。マッターはナスだ。これは欲張っちゃっていっかな。いやー、ちょっと怪しいか。7000。捕食が安牌ですかね。3枚返し。枚数返しだし。捕食かな。いや、ロンレイ角起きてえけどな。ちょっと危ねえか。捕食するか。よっしゃ、マジックさん、こんばんは。初コメントです。ぜひね、チャンネル登録もしてもらえたら幸いです。今回100位以内、いけそうなんですか。いけそうですか。コスト低いと考えることが多くてなの楽しいと。僕は100位以内多分いけないと思いますね。そもそも、初期のポイントがね、ちょ、カプセンやってなかったんで、普通に低いんで。OK、シャミナイス。この一撃で、で、こうなるでしょう。で、相手 F の6は、まあ自分がね、D の6に打ってば OK なんで、で、根核、とりあえずした。で、相手の方は、おそらく、E の3ぐらいしかないかな。盤面はこっち取ってるんですけど、HP がね、持つかどうか。相手の方のね、おっと、そこ来るか。まあ、そこ行くしかないか。さあ、これはね、飛ばせられる説がにわかにあるな。2万でしょ。さあ、これはオーラも引いてって、1.2 倍の 1.7 倍の 2.5 倍と。あ、OK。これ飛ばせません。いや、これ勝ったのでいけないな、正直。行きましょう。でけえ、これ勝ったの。よし。おっと、さあ相手の方はエレメンツガーデンと。OK、初手ってこんな感じか。テラガイを捨てか、まあ、コーラン打つか、どっちかだね。で、最速で、トネルも置いてってどうなるか。おお、どっちも打てるかな、これ。あれ、テラガイオっていけるっけ。いけるよね、OK。じゃあ、テラガイを捨てましょうか。そして、これは、多分、セジュンさんかな。こんばんは。初コメですかね。あざます。ぜひね、チャンネル登録もしてもらえると幸いです。さあ、セジュンさんが来て、くださいましたよと。多分違うけどね。すいません、適当言ってます。ほら、お兄、早く。さあ、ガランも来た。これは、B の3でバフで使いましょうかね。さあ S ゴマが何か。
メイリージとかね、入ってると結構きついからね、吸収とか毒はカッティングできるんですけど、火炎とね、特ダメが普通に素通しなんで。さあ、夜氷楽だっけ、これ。だよね。さあ、シェンメイ来たか。いや、これ、X 行きてえか、これ。うん、だいたい X だね。かけつさん、こんばんは。さあ、X から攻めていく。次は一旦捕食ですかね。三枚返しになったら、シェンメイぶっ飛ばしも、まあ、なくはない。さあ、これはなんだっけ。永続か。ちょっと永続めんどいから取りたいけど、本格ガチコリだから、B の4いけるかどうか。いやー、ガチコリでもいっか。ちょっと、取っときましょうか。まあ、強気にね、相手が、これ、あの、A の4で、来る可能性もあるんですけど、さすがにね、一旦は許されるはず。角かな？角打ってきて、で、こっちもう一丁捕食しといて、で、B、A の4に来るんだけど、それに対して、シェンメイも、ガチ打ちかな。さあ、B 駒打っていくのもあるんですけど、ここは捕食しましょう。まあ、多分 S 駒来ますね、A の4は。で、シェンメイが飛ばせるかどうか。1.44 倍の 1.8 倍の 2.5 倍。飛ばせますね。OK。吸収とかなければ、これ次3枚返し飛びますわ。あ、回復か。それだと飛ばなくなっちゃうんだよな。ダブコンか。まあ、冷静に C の位置に置きましょうか。バフをね。これで次ダブコン組みましょうか。相手が E の4、3枚返しで、自分が、C の5を打ってダブコン確定か。ここでちょっと S5 はね、あの E の4に来たらさすがにコンかけなんで、まあ、一回取り払ってから打つんですけど、まあ、これはいけるでしょう。これは大丈夫だと思います。なんで、盤面は積まれますが、もう、がっつりと。ダブコン確定よと。さあ、やばい駒いるかな。まあ、正直、大体勝ちっしょ。うん。まあ、エリス来ますけど、36ぐらいの回復じゃなんともなんないんじゃない。ダブコンシェンメイはもう勝ちでしょ、さすがにね。オッケー、行きましょう。信じる心を力に変える。よし、絶好だ。オッケー。悔しいです。さあ、混合ですね。英雄の力だ。さあ、罠か。まあ、取りますか。ああ、貫通してもいいな。まだ置いとくか。置けるんなら置いときましょう。で、毒コンバートきまして、カッティングはしていくんだが。あなたも。あー、トネルも来ちゃうか。まあ、しゃあないね。余裕だよ。頑張れさん、こんばんは。いつもアナウンス。さらに毒コン。さあ、ここどうするか。むずいね。トネリムワンチャン、これ E の4あるけどね。まあ、さすがにか。ちょっとこっちやってみるか。じゃあこれで相手がどう来るか。さあ、貫通しましょうか。トンネルも置きたいけど置けないな、なかなか。まあ、そのうち A の1ですかね。これでどう来るか。
さすがにミキサー X に関しましては、B の6のトネリモキは、きついね。ダブコンだもんね。さっきはね、片方毒とかだったんでよかったんですけど。お、そこですか。なるほどね。これどうしようかな。ま、角トネかな、雰囲気。いや、角トネ行くか。ちょっと B の6か角か迷ったね。これちょっと次 A の2に詰めちゃうと、さすがに F の、あれが枚数返しなんで。これさすがに A の2はダウトだよね。さすがにね、1.7 だもんな。いやー、ダウトだな。ちょ、こうか。で、右下 X 来てくれたら、そうすると動線消えるんで、A の2いけるんすけど、ここもコンボ使ってくんのかな ?B の4とかね。OK。それ来てくれたら、今度は A の2いけるんで、ただコンボは結構あるからな。さあ、一回ここはコーランかな。コンボスキル 1.8 倍なんで。一応ね、右下角がね、あのトネリウム動線取ってるんで、まあ、シェンメイ来たら一発行きたいんですけど、使っちゃうと相手の F の4からコンボバシバシなんで、まあ、使うんなら最終的にっていう感じかな。おっとさ、殴っていく。これ強いね。おっと、厳しいか?シェンメイ来た。これ何パー?こいつ。84か、弱いね。これはいけますね。OK。ラッキー、これもトップ鮮明じゃなかったら負けてるな。いきましょう。信じる心を力に変える。してくれないの。オッケー。この一撃で、まあ、ロンレイちょっと打っちゃいましょう。もったいないけど。で、最速でもうトネルム設置して、いきましょう。お、マジックさんも、暗黒使って、お、勝率 86% ですか。すごいですね。勝率 86% いかつすぎ。いやだけど。ってことはあれかな、26勝ってことかな。そう、すごいな。まだまだ。さあ、これでね、毒とかはカットできるんですけど、贅沢なね、事故でしたね、今の。忍び L さん、リアイベは申し込みしてねっていう圧がすごいから、よほど集まり悪いんだろうと思ってます。ああ、どうなんだろう。まあ、運営側が一番押してるから、もうバンバン、メッセージ出してるっていう感じですかね。集まり自体は結構良さそうですけどね。割とね。さあ、どう来るか。さあ、X ナスか。それきついな。いやー、ここの骨格痛いわ。ナスコンボどうしよっかなー。あ、こっち行くか。ちょっと囲いは行きづらいね。捕食だったら囲ってからの、まあのんびりやればよかったと思うんですけど、これで C の、あれ来るんで。ソラさんこんばんは、いつも、あざます。朝、KJ さんがリアイベ推進派だから、まあそうっすね。うん。しょうがないっすね。トップがその考え方なんで。まあでも、KJ さんがたとえ変わったとしても、リアイベは続きそうっすけどね。結構飛ばねえなぁ。いや、きついな、これ。ちょっとこう打つか?KJ さんは陽キャなんかな。まあ、これも冷静に F の4ですかね。うん、冷静だね。まあ、こっからっすね。とりあえず、ナスは取りましょう。こっから相手どうやって飛ばしてくるかだね。B の4とかいけんのかな、相手。
ちょっと林道の、林道の4枚貸し動線開くんで、ちょっと怖いよね。あー、そこ行けるんだ。まあ、行くしかねえのか？さあ、これ飛ばせるかどうか。飛ばせますね。OK。行きましょう。信じる心を力を一つに。OK！これ以上は。おっと、これ混合かな？盛り上げてこうぜ。さあ、意外と今回初のマッチアップと。さあ、ムーニア混合らしきものですかね。鬼邪魔。お前な。さあ、これは一体どういう試合になるんでしょうか。ムーニアでマデッキタイプかな。あー、普通にあれか、混合か。へえ。そういうのがある。なるほど。混合ですか。先手番ちょっとまずいね。いや、しかもそれ強いわ。キイチ、これ負けだね。鍛錬の成果を見せる時。それは一番きついやつだわ。うん、まあ一応、あ、 F の2でよかったかな。うん、一応ね、これだと召喚ポジ確定なんで。で、なんかオーラ引かれてく。これきついね。おっと、しかしアタッカーが今、あー、アタッカー、うん、2枚返し一応まああったけどね。控えてきましたか。全てを出し切る。すぐ戻ってくるからな。さあ、こっからだな。呪いダメージ1000痛いからね。なるほど。これが英雄の力だ。で、どうなるか。2枚返し来て、左ウェックスいけるかな。さあ、痛いんですが、と。大丈夫。ほう、ここでか。見えてる。まあ、左ウェックスかな。エクスカリバーさん、こんばんは。さっき、あ、無残でボコされました。あ、なるほど。暗黒はね、まあ、マッチアップ次第ですね。そこそこ勝ってはいますけど、ガチでマッチアップ次第。使った途中、ガブリエルと当たる。なるほどね。自分もガブと当たりましたわ。なんとかね、勝てましたけど。おっと、なるほど。局面取っていく感じ。それはどうなんだろう。いやー、ここ捕食かな。正直論霊打ちていいけどな。まあ呪いたいし、ちょっと打つか。まあ負けたらっていうか、飛ばされたらしょうがないね、これ。ほう、ティタ。これはコンボ使って捕食しましょうか。ガブはね、うまく、シールド全部消せたんで、それラッキーでしたわ。いてー。さあ、一応、枚数返し決まりますけど、貫通捕食残しとこっかな。コンボ的にはね、1.7 倍持ってるガランの方がいいんですけど、シェムキリって入んのかな？ちょっとわかんないね。わからん、打つか。シェンメイ来るかな。これは相手の方は、まあさすがに E の位置かな。いや、罠駒いるか。しまったな。オッケー、シェンメイナイス。これ勝ったのでかすぎ。オッケー、心を力に変える。よし。さあ、クパー来たよと。盛り上げてこうぜ。
おっと、これはちょっとさすがに見逃せるか。シェンメイスではないんで。13位クソっすか。まあ大丈夫です。落ちますから。安心してください。今だけっす。しかもね、まだ明日ありますしね。日曜日が。デストロイさんも、あ、昨日あれっすか、石1個で悪が出ました。すげえな。んつか、石1個っていうか単発ありますね、今回。チケットじゃなくて、八橋さん、竜輪引けない時も勝てましたか。あー、まあ竜輪遅くても勝ってる時はありますね。うん。ちなみにあれですね、このデッキね、トネルムとロンレイだけじゃなくて、一応ね、ガラン&キリアも、まあ竜輪性能一応3ターン限定だけど持ってるんで、まあ、そこでしのぐっていうのもできますね。単発あるんだ。あ、あったか。単発は引いちゃおうかな。ちょ、確率見よう。さ、これは X に来ちゃうかな。だよね。X 設意。これは E の4かな。E の4打ってて C の5左下 X っていう流れですね。いて。あー、永続か。あー、だったら永続置いとこうかな。まあでもコンボちょっと微妙か。まあいっか。こっち行きましょう。バンジリって意外と評価高いらしい。あ、ほんとっすか。まあ面白枠ですかね。あー、右下来るのか。まあ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 、それもありますよと。微妙。まあ、テラガイ置きますか。何混獲されるかな、これ。F の4にね。とりあえず、マタンなんで、まあ、マンドラが一番厳しいかな。マンドラ打たれて、ちょっとガランで毒、しばいてって、コンボ痛いけど、まあ、その後もね、うんだよね。いや、それが痛いんですわ。これ、ダブコンなんで、さすがに角行くんですけど、左上角。いや、こっからだな。3500か。結構痛いね。毒はほぼカット。さあ一応ね、これコンボ使うとトネルム動作開くんで、うん、一回そっちか。ただそれは4枚返しのシェンメイがありますが、まだ盤面が大丈夫ってこと。デバフまだあるか。ちょっと待ってくださいね。あ、デバフなくなってるな。1.728 の 1.8 倍の 2.5 倍。あ、いきますね。OK。よいしょ。よし。